回使う方はこちらです。100均にあるやつね、2枚組ね。はい、ここ13センチ型って書いてある。はい、今日はねこれで作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、これ卵黄2個ですね。卵黄の中にお砂糖 10g 入れときます。はい、すり混ぜます。泡は入れない感じですり混ぜます。今回はね、卵が2個でしょ。もうそうね、30分もせずに生地作りはできるんじゃないかなって感じよね。で、100均の紙型なんて本当ね、2枚入りだから1個50円よね。はい、ここでですね、あんまりそんなもったりするまでとかなくていいんで、はい、こちら太白ごま油になります。入れちゃいます。はい、こんななっててもちゃんとね混ぜると、このオイルと卵黄っていうのはすごく混ざりやすいんですよね。ほら、すぐ混ざるの早いよ。早い、混ざるのがねとっても早いから。ただし順番はね、オイルからです。はい、これでちゃんと混ざりました。そうするとね、だんだんねお砂糖も溶けてきますんで。はい、こちら牛乳ですね。はい、これも入れてしまいます。はい、ここもね薄力粉入れます。これはね一回ふるってます。ここはもう混ざればいいんです。はい、こういう風にね全部入れ込んで、はい、これで卵黄生地の出来上がりです。はい、じゃあメレンゲいきます。こちらですね、冷蔵庫に入れておいたものです。じゃあやっていきます。はい、結構ね形が残ったら、そう、2、3回に分けて入れていきます。できました。こんな感じです。はい、ちょっとだけ練り直します。今回量少ないからね、すごいやりやすいよね。だからシフォンケーキちょっと初めてなのとか、ちょっとちゃちゃっと作りたいとかね、そういう時とかいいんじゃないかな。練習用にもなるよね。卵が2個だからあんまり無駄にならないんじゃない。はい、それではメレンゲを入れていきます。メレンゲを入れる前には立て直します。少しだけ入れます。はい、ぐるぐるぐるっと優しく混ぜます。だんだん混ざってきます。底の底までちゃんと混ざってるかなみたいな感じね。ちゃんと混ざってる。はい、入れちゃいます。はい、次もね同じような感じです。はい、どんどん混ぜ込んでいきます。紙の場合はね、それはそれで注意点がありますの。紙の場合ね、やっぱりねちょっと違うのよね。紙ってアルミとかよりもね、熱伝導率がね悪いっちゃ悪いんですよね。言い方悪いけど、熱がねそもそも紙だから。はい、まずね混ぜ込んでいきましょう。なので同じつもりで時間ちゃんと焼いたのにって思ってても、生焼けの時があるよ。うん、こんぐらいでいいんじゃないかな。はい、これでいいです。これで型に流していきます。はい、すごいかわいいね。このぐらいだともう一人でペロッと食べちゃうよね、私なのね、ほんとね。はい、こうやってゆっくりゆっくり入れないとちっちゃいんで、なんか落としそうだわ。焼いてる方が紙っていうのを一応考えとかないといけないってことね。1回だけあるんですよ。もう絶対焼けたと思って、いつもと同じ時間焼いちゃって、もう大丈夫と思って取り出していざ食べようってしたら焼けてなかったのよ。底の部分っていうの、中の部分、上はねきっちり膨らんでるもんだから、
それが分かんなかったのよ。で、ここ押さえるとかなしでいいんだ。だって一体型だもんね。はい、こんな感じよ。そしてね、もうこれね、もう簡単じゃない。どんどんどんってやっちゃって、ほら、私がね、どんどんやんないのは、いつもほら、アルミの型ってほら、カパって取れるじゃない。ボコって泡が入りそうとかっていうのがなんか動きそうで嫌だけど、これの場合別にいくらやったっていいよね。これでいいんじゃない。まあ一応こういう風に混ぜときますか。6箇所にしようかな。6箇所がいい感じだ。6箇所にしよう。はいはい、10分経ちました。はい、ちゃんと膨れてきました。はい、25分、ちょっと過ぎたとこかな。取り出してみたいと思います。はいはい、すぐに逆さまにします。はい、冷めました。どうですか。かわいい。ちゃんと13センチぴったりで、髪の何がいいって、もうこのまま入ってやれるところ。それじゃあね、型から出してみようと思います。まずここに切れ目があります。髪だからね、あの側面の焼け色はね、ちょっとだけ薄いです。表はついてるけどね。中心はこうやって外すしかないですね。そして下にぐーっと押し込んで、はい、取れたまあやっぱりね、あると思ったわ。まあ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 、ここはあの仕方ない仕方ない、髪にくっついちゃってんですよね。まあこういう感じでね、くっついてるとこはもうそのままベロッと食べちゃえば大丈夫大丈夫。一応ね、はい、見ますか。ほら、すごく可愛いね。ちゃんとほら、高さもあるじゃない。はい、こちらね、底の部分ですよね。ちゃんと焼き色もついてます。はい、こちら横ですね。側面がね、少しだけやっぱりあのいつものアルミ型とすると焼き色薄いかなって感じね。でも本当に綺麗に焼けますよ。紙でも綺麗に焼けますね。そしてね、13センチだから卵2個なんですよ。本当にね、13センチぴったりのレシピなんで作りやすいと思います。余らないの、卵が余らないからとってもいい。はい、切ってみました。断面こんな感じです。どうですか。ちょっとすごく可愛くない。このシフォン可愛い。何この13センチでさ、ちっちゃいんだけど、一丁前にこのカットした時にシフォンケーキの形ちゃんとしてるっていうね。まあ当たり前なんだけど、ほらちゃんと高さ出てるから、ここだけ見るとちゃんとした普通のシフォンに見えるけど、手に乗ってるの見たらすっごいちっちゃいよね。ほら可愛い。で、今回のこのシフォンケーキの配合はね、少しだけリッチにしてます。このシフォンケーキの何がいいっていうのは、あのまあ自分でね、ちゃんと作るっていうので手軽でもいいんだけど、それ以外にいろんな作り方、配合、あのリッチにしてみたり、朝ごはん用に少しだけ軽くしてみたり、オイルを抜いてみたりっていうね、いろんな楽しみ方がこのできるのがシフォンケーキのいいところなんですよね。かなりどういう無茶しても形にはなるんですよ。シフォンケーキって形になる、そこもまた魅力的よね。ちょっとね、食べてみようかな。わあ、すごい。もうほら、しとって感じよ。しっとりって感じね。うん、すごいしっとりしてる。まあ、細かい気泡と大きい気泡が混ざり合って私の好きなタイプなんですよね。美味しいです。牛乳を使ってるので、とにかくやはりあの歯触りというかミルキーな感じがする。ちょこっとしかやっぱり牛乳入れてないんだけど、水とはまた違うよね。 あっという間にもう1個なくなったね、これ。うん、明日の朝ごはんにする。
今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。